はい、皆さんこんにちは。りなです。イレニアです。こんにちは。今日は友達のイレニアさんにインタビューをしたいと思います。今回のインタビューはイレニアさんが日本に来て今は日本人の彼氏ができてみたいな話をしようかなと思いました。まあ、私もそういった同じようなあの国際カップルなので、うん、いつも視聴者さんが私のストーリーしか聞いてないので、今回はちょっとなんか他の海外から来てる人はどういった経験をしたかなという感じでちょっと皆さんとシェアしたいと思います。私はイレニアと申します。出身はイタリアです。イタリアのどこですか？イタリアのミラノです。ミラノで生まれました。ミラノに生まれました。ちなみに何歳ですか？私は今32歳です。若いですよ。私も31歳だから、まあ、ほぼ変わらないよ。日本に興味を持ったきっかけは何でしたか？興味を持ったきっかけはアニメですね。一緒ですよ。何のアニメでした？セーラームですよね。セーラームですね。子供の頃からずっと、多分2歳からテレビの前でいて、なんか子供のおもちゃとかセーラームーンとかそういう少女アニメずっと見てて、いいね。あとはセーラームーンのアニメで、はいはいはい、あの桜の花びらが、はいはいはい、あの空を舞うシーンとか、あとはお寺とか神社を見てすごく日本に憧れました。日本語を勉強しようと思ったのがなんでですか？やっぱりあのなんか私の目で見たらそのアニメのシーンは天国のように見えて、イタリアとは全然違かったので、いつか日本に行ってみたいなと思って、だからずっと子供の頃から日本語を勉強しようと思って、ポケットサイズの辞書を買って、そう、日本的な日本風なものを見たらお店でずっといつも買ってしまったりとか、あのでもあとは裏見たメディンチャイナとか。これは日本に来ても100円ショップで見てもなんかメディンチャイナのもの多い気がする。高校卒業してからすぐに日本語を勉強し始めました。あ、そうなの。大学の選択も迷ったことはなくて、あのずっとそういう夢を追いかけたのです。すごい。じゃあ大学で日本語を勉強して、はい、で留学とかもしましたか？あ、留学もしました。あの京都の日本語学校に通って、その間はバイトの経験もしましたし、もう日本に初めて来たのはあの2012年でした。東日本大震災の時にボランティア活動しに来ました。すごい。東北、なんか今でも忘れられないイメージが心に残ってあります。私どうしても日本人を手伝いたいので、そういうあの津波のイメージをがテレビで放送された時、あの涙がすごく出てきたので、だから小さな手伝いであっても、あの自分が日本人を手伝いたかった。どれぐらい行きましたか？あの1週間は最初東京で、あとは2週間ぐらいあの防災センター寝袋で寝てて。あ、そうなんで、あとはボランティア活動に専念したんです。その時には彼氏がいましたか？あの時は初めて日本に来た時はまだいなかったです。まあ、本当はさっきがちょっと話を聞いてたんですけど、本当はその卒業してからすぐに日本で仕事をしたかったっていうことですよね？はい、そうです。できなかったからイタリアに戻って、そう、イタリアに戻ってずっとイタリアで日本語を使って仕事を見つけようと思ったら、でもすごく難しかったです。研修をしたりとか、あとは漫画翻訳も。あ、そうなん。2冊翻訳しました。すごい。けど給料もらわなかったですね。えっ、そう。これは給料もらわなかったので、そうそうそう。今でもちょっと心が怒ってますけど、まあ、いや、それはそうですよね。そう、2019年8月に日本に1ヶ月ぐらいいましたけど、観光として。で、あの時はやっぱり私の居場所がイタリアではなくて日本だと分かったので、
日本イタリアに帰ったらすぐに日本に戻ろうと思ったんだけど、でもあの時はマスター学校に通ってたので、あ、はい、でその学校がそのコースは2月に終わる予定だったけど、12月に日本でやっと就職スカイプで面接を受けて就職ができて、すごい、でも1月はコロナなんか本当は仕事が見つけてたけどけどコロナのせいで、どうしましたか？悩んでた。あの、私が思ったのは、じゃあもうコロナになったから日本の会社が私のこともう必要ないかなと、いらないですねというあの心配もありましたけど、でもお互いに2年間ぐらい待ってたので、ありがたいですね。そうそうそう、多分イタリアの会社だったら2年間ぐらいも待ってくれなかったです。まあそうかもしれない。そうそうそう、エリニアさんはその2年間でイタリアで何をしましたか？仕事もしてたし、あの日本語の翻訳とか、うん、でも私の目的はいつも日本に行くだからビザをもらった時は本当になんか試験に合格したと同じような嬉しさがありました。あ、分かる分かる。もう本当に2年間そのビザを待つのがすごい辛そうですよね。あとはコロナだからこそビザの手続きがもっと複雑になってきましたので書類の量も多かったし、ビザが取れなかったらどうするのこれからどうしようかなと思って、でも順調に行けてよかったです。よかったです。いつから日本にいますか？去年の4月26日、もうそろそろ1年間になる日本に来て、名古屋に来て。名古屋は好きですか？名古屋が好きです。本当ですか？名古屋が住みやすい。住みやすい、とても便利で、やっぱりどこ行っても簡単に行けますし、食べ物も美味しいし、味が濃いので、はい、それが好きです。私も味が濃いのがいい京都、京料理はちょっとそう、なんか優しい味けどそう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 、でもやっぱりもうちょっとパンチが欲しいそうそうそうじゃあ、まあ、仕事は今その旅行会社で仕事をしてて、プライベートはどんな感じですか？プライベートは今あの結構彼氏と旅行したり旅に行ったりで、一緒に今まで見たことない街を観光したり。彼氏さんは日本人ですか？はい、そうです。初めての日本人の彼氏ですか？初めてではないですけど彼と一緒にいたらあの嬉しいし、あのすごく親切な人で後ろで座ってるから悪いことは言えないというそんなことないごめんなさいどうやって出会いましたか？空手で出会いました。あ、いいね。去年5月、4月26日にあの来日して、で5月10日ぐらいあの空手部あのに入ってて、社長さんが空手をやってますので、なんか空手始めたらどうですか？私はイタリアで柔道8年間ぐらいやってましたので。あ、そうなんだ、すごい。日本で柔道続けようと思ったんですけど、でも空手で投げ技とかないので、パンチと蹴りありますので、でそこで彼氏と出会いました。まあ、出会ったのは5月だけど、でも実際にあの付き合って10月でした。なんかデートとかに行ったりしましたか？あ、そうですね、付き合う前になんかどこかでロマンチックなところとかに行って。あ、いろんなところにあの行かせてくれました。あ、よかったね。私まだ名古屋のことを知らなかったから、あ、はい、彼が今日はここに来ましょうって。私、あ、いいですよ、嬉しいですよあ、いいね。そうそうそう。じゃあ一番ロマンチックなところはどこでした？あ、いっぱい店舗あ、いっぱいありましたか？よかった。なんか私の印象、勝手な印象なんですけど、日本人あんまりロマンチックじゃないあ、多分人によるですね。よかったです。タカは全然ロマンチックじゃないかでも彼氏がそういつも心配してくれるので、あとはなんかロマンチックですいいね。そうそうそう、いい、ね。
さあとは愛してるよとか、うん、そう好きだよとかは言ってくれるの？言ってくれます。うっそー。でも私が告白したので日本人みたいに好きです、付き合ってくださいみたいな。あー、そんな感じだあのいいね。まあ一応人生が一つなので、あの自分の気持ちをあの伝えるのがチャンス一つしかないのでなので勇気を持って告白しましたいい、ね、ちなみに、まあ、日本人でなんかその好きなところは何ですか？イタリア人は性格オープンすぎる、エクストロベルト、活発すぎて、あの知らない人ともでナンパということです。ナンパとか、あとは普段知らない人でいてもハグしたりとか、あの日本人のいいところはやっぱり、まあ、私の性格に似てるところがいろいろありますから、やっぱり性格として私は日本人の性格の方が近いかなと思って。静かでシャイ、はい、そうそうそう、私シャイの方が好きな。じゃあ逆に好きじゃないところはありますか？好きじゃないところはですね、そうです、イタリア人はイタリア人、まあ私もそうだけど、あの質問があったら私ははい、いえ、あだからなんか日本人の答えは多分そういう言葉があるとなんかやばいなと多分な何かもしれない、うん、クリアで答えてくれないことは難しいですよね。そういう言い回しが私には通じないから日本人は空気を読むと言いますけど、そう外国人に難しいよねそう、白とか黒しかないからわかります。そうだからなんか彼氏もあの多分を使うと、で私は結局どっち、そう結局どういうことですか？国際カップルで難しいところとかは何かありますか？文化が違うと最初、まあ、例えば彼にとっても私はすごく感情が強くて表すのも強い情熱で、それがやっぱり、まあ、イタリア人はそういう人たちだから、そういう感情を冷めるのが私にとっても超難しいので、多分文化の違いがあるから、でもそういう妥協点を見つけたらお互いの文化を知り合うこともすごくいいと思います。私もなんかそういったチャレンジがあるからこそなんか面白い付き合いになってると思います。私なんか一番難しかったのが言葉の壁。私は日本語はできたけど、そうそうそう、なんかやっぱり言いたいことは全部言い切れない。なんか本当はなんかもっとドイツ語だったらなんかちゃんとなんかその気持ちとか今なんで怒ってるかとかなんか説明できるけど、日本語ではあの言葉が限られてるから、そういったところはすごいなんかイライラしてて、私のなんか日本語力が足りないという。彼によく言われたのは、あなたはストレートすぎるものをあのそうストレートすぎてて、でもやっぱり前との話題に戻るんだけど、意見もあのストレートに言って多分相手の気持ちを傷つけることもあるかもしれないので、それはもう申し訳ないんだけど、あのでも一生懸命なんかそういうところを直そうと思ってるんだけどねインタビューはここまでで、はい、本当にいろいろ教えてくれてありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございました皆さんは何か質問とかがあればぜひコメントで質問してくださいねこの動画はここで終わりにします。本当にイレニアさん今日はありがとうございました。こちらこそお誘いありがとうございます。面白かったよかったです、ありがとう。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ、バイバイ、チャオチャオ